現在時刻ですけども、1月25日、12時42分、YouTube 録画しております。はい、今、仮想通貨市場なんですけども、緊急事態ということで、仮想通貨だけじゃなくて、株式の方もですね、非常にボラタイルな相場で、本当に一喜一憂ね、皆さんして、とにかく、辛いなって状況の方が多いかなと思いますので、これからしっかりですね、情報を発信していきますので、これからもどうぞ。 よろしくお願いいたします。ぜひチャンネル登録などしていただきまして、この難局ですね、一緒に乗り越えていきましょう。ということで、えー、まずですね、仮想通貨のパレットトークンですね、こちらを見ていく前に、ちょっと株式ですね、こちらを見て参りましょう。えー、株式はこちらですね。はい、えー、今状況を見ていきますと、まあ、ニューヨークダウですね、99ドル高、それからナスタックも86ポイント高で久しぶりに上がって、 聞けました。ただですね、こちら、まずニューヨークダウなんですけども、昨日昨晩ですね、大体夜中の1時ぐらいまで私起きていたんですけども、こちら大体800ドルぐらい下がって、まあ、1000ドルぐらいまでね、下がったということで、そこから急激に下げしぶって、えー、引けは99ドル高、それからナスタックも86ポイント高ということで、非常に良かったんですけども、こちら見てください。えー、このですね、 ニューヨーク先物ですね、これが362ドル安また下げてきてしまっていて、まあ、この状況を見てですね、こちら今ニューヨークダウが下がりそうだということで、日経平均の方が466円安になってしまったということですね。まあ、ちょっと状況を見ていくと、まだまだね、この今、地政学的リスクなどもどんどんね、対等してきてしまってますし、まあ、状況が厳しいというのは変わって、 おりません。昨日ちょっとたまたまね、上がって、楽観視するのは本当に危険だと思います。まあ、指標など見ていくとですね、ビックス数などもかなり上がってます。それから金先物も,も上がってます。それからこちら原油もね、しっかり今上がってきてしまっているので、かなりこの辺が結構、 影響はしてるんじゃないかなというところですね。まあ、特に今見ていくとこのピック数指数ですね。この辺がちょっと落ち着いてくれるとですね。まあ、30ぐらいなんで、まあ、そろそろ低下していく形にもなるかもしれないんですけども、ここがやっぱり落ち着いてくると、この辺の数字がですね、少し、え、桁が変わって2桁ぐらいになってきて、まあ、こういう状況ですね。こういう状況になって仮想通貨とかも落ち着いてくる可能性は、見えてくる可能性は、 少ないけどあるかもしれないただ本当に少ないと思っておいた方がいいと思います。それぐらいの緊急事態ということで、えー、またね、ちょっと緊急事態とかね、それから毎日こんなような情報で本当に恐縮なんですけども、まあしょうがないですね。今これはしばらくは続くと思ってください。あの、甘く見ない方が全然いいと思います。では仮想通貨の方の全体を見ていきましょう。 仮想通貨もね、ちょっと急落しても不思議ではない状況なんですが、まあ、ビットコインなどはしっかり上がっております。ビットコイン最近ね、あの、下がっている中でもですね、ちょっと下げしぶってるようにも思えるんですけども、これは甘く見ない方がやっぱりこちらもいいと思います。ちょっと危険だと思いますね。あこちらですけども、価格の方ちょっと日本円で見ていきたいと思います。日本円で今413万円ぐらいですかね。2.7%上昇。 それから、インスタの方は今日下落になっていますが、2%安ということで、まあ、若干ね、あの、落ちてるはいるんだけど、ちょっと穏やかにも見える形にはなっています。2%下落で、日本円で27万円ぐらいですかね。まあ、ただ、柴犬とかですね、この辺の下落がきついです。あの、まだまだ、え、リスク高いなというところで、しっかりですね、パレットトークンはじゃあどうなっているか。皆さんすいません、本当にお待たせしました。パレットトークンなんですけども、 はい、えー、こちらになります。えー、27円ということで今、今3.6%下落ですね、今日。えー、こちらもですね、先ほどちょっとジャスミンのチャート分析もしてみたんですけども、ちょっと似ております。こちらですね、ジャスミンもこの辺でボトムつけてるようにもう見えたという話させていただいて、そちらもちょっと確認いただければと思うんですけども、全然甘く考えないでください。これは、 たまたまだと思います。たまたまというかね、もしここが本当にそこであれば、どんなにいいことかというところで見ております。25円です。26円ですね。26円で一旦ちょっと戻してきているのが2回ぐらい、今、ここと、今ここで、まあ3回ぐらいですかね、あるんですけども。今、今、ここにいるんですが、おそらくは、ここちょっと上がるかもしれないですけど、下がってきちゃうと考えています。それか、まあゆっくり、ゆっくりこう。 下がってきて、ここで下がるかな下げ止まるかな下げ止まりませんという形が一番可能性がありそうで、本当に恐縮です。状況的にはそういう状況かと思っていただいた方が、バタバタしなくていいかもしれませんし、まあ、こう見ると上がっていきそうに見えるんですよね。こういうふうに上がったりとか、まあ、ここから一気に戻すとかね、30円ぐらいまで戻すことはあるかもしれないなと思うと思うんですけども、 甘いと思います、その考え方は。ラッキーだと思います。もしここに戻れれば、本当にラッキーだと思います。まあ、いつかは戻ると思いますよ。いつかは戻れる可能性はあると思いますけど、直近じゃないような気はします。どちらかといって、やっぱ下のエネルギーが、まだまだ強いです。こっちのエネルギーはあんまりないと思っていただいた方が、説明はつきやすいかなと思います。時間が経つにつれてですね、 ま、結果が出てくると思いますけども、やっぱりこっちになんだかんだ言って、まあ、多少戻す時もあるかもしれません。こうやってね。ただ、じわじわ、キュッと下がってきちゃうというのが、一番可能性あるんじゃないかなと。本当は外れてほしいなと願うわり。まあ、自分の予想が外れるのは嫌なんですけども、下がる予想ですので、まあ、下がる予想を外れてほしいなと思います。どっちかわからないですけどね。まあ、状況を分析すると、いろいろ加味していくとですね。 やっぱり今は、こっちに動いてるかなという形が強いと思います。1ヶ月チャートで見てみましょう。こちらもですね、だいたい55円ぐらいですね。12月の末が55円ぐらい。この辺で買った方も多いと思います。それからこちらが45円ですね。でさらに下げてきてしまって、今だいたい25円でようやくこういう状況になったんだけども、 上がれるのかなっていうところですよね。まあ、いつかは戻せるかもしれないです。こうなってきてぐーっと上がっていくことはあるかもしれないですけども、直近はこっちの下のエリアの方に突入していく可能性が非常に高いという状況だと思われます。こちら年間チャートですね。ピーク100円ぐらいまでありました。だいたいこれがですね、9月末、 9月の頭ぐらいですか ?8 月の末ぐらいですかね。この辺がピークだったように思います。100円ぐらいだったんですけども、一気に下落してきまして、まあ、この状況ですね。ダウントレンドが効いてるとも言えるんですけども、特にこの辺の下げ厳しいですね。ここの下げ一番厳しいんじゃないかなと思います。ちょっともうさすがにね、上がってくるだろうと思った時の下げでしたので、一番きついです。ここが本当にきつい。 ちょっと一時間足でもね、見ていきましょう。どうなっているか。と日経平均などもね、今ちょっと下落して,してしまっていますので、ちょっと影響はあると思いますけども、まあ下げてきてですね、ちょっとまあ、方向感ないんですけども、とにかく上値は重いし、下げるスピードは速そうだなと思います。これからこういう動きっていうのは、決して終わらないと思います。しばらくはね。本当に厳しいんですけども、 じゃあどうしていくかっていうところがね、皆さんも気になってると思うんですけども、まずもう一回パレットトークンっていうのがどんなものかっていうのをしっかり調べましょう。で、将来上がっていけるんであれば、まあ今は早いと思いますけども、どこかで買い増しをしていくという形にはなるかと思います。ただおそらくは20円の方に向かっていってる気がしますので、まだまだ早すぎるように思います。 状況的にはですねまあそれぞれが型がついてくればいいですけども今のところ状況はむしろ悪化しちゃってますのでそこが20円に向かわせるという形ですかねまあそれぞれの恐れがやっぱり売った方がいいなって判断をしてここが下がってくるイメージです厳しいんですけどねまあただもう一回パレットトークンというものをしっかり先ほど言ったように調べてどこで買うの っていうことになります。それか買わないで今持ってるもので勝負するか、どちらかになるかと思います。今は愛にね、安いんですけども、持ってるものがもし終わりになったらそこで勝負をしていった方が、さらに負けてしまうことを防げるようには思います。難品してもね、あんまりどうなるかはほんとわからないんで、自分の大事なお金を市場になるべく今はちょっと距離を置いてですね、 持っておく方がいいかもしれないです。あんまりリスクが高いところに大事なお金を入れたくなるような価格にはなってきているものは確かに多いんですが、まだまだ安くなる可能性の方が高いわけですから、まあ、本当に上がってき始めたらでも全然遅くないと思います。それが10月か11月ぐらいかなって私は考えているんですけども、もしかしたらもう少し膨らせた方がいいかもしれないような状況かと思います。 まだまだ見極めが全部できませんので、今は不安定、それからわからないところには資金を入れてはいけないと思います。ですので、本当にパレットトークのホルダーの方には恐縮ですけども、今はそういう状況なんで、まあ、しっかりですね、とにかく負けないように、絶対上がるようなところを見つけて、そこに資金を入れていかなければいけません。まあ、いろんな方法あると思いますので、とにかく市場にお金を 増やさなないいいいいってここととでですすね下げる可能性がが高ろろには資金を入れない方がもちろんいいですむしろ逆に言うと少し減らさなければいけない局面が出てくるかもしれませんね。今も来てるかもしれません。それは自己責任になりますのでわかりませんけども状況的には軽い方が本当に身軽だと思います。今あんまりもしポジションがほとんどないんだったらあんまり気にもならないんですけどもたくさん持ってるから どんどん下げていっちゃうわけですね。自分の持っている大事な株とか仮想通貨が。少なかったら気にもならないかもしれません。あの、例えばニ入浴だら1000ドル下げた。別に気にならないと思うんですね。持ってなければ別に見もしないかもしれないです。ただ、たくさん持ってれば、それが1500ドル下げるかもしれないっていうふうになってくるので、やっぱりもう本当に気になってしょうがないわけですよね。そういう状況なんで、下がりやすいと思います。とにかく今は危ないです。本当に気をつけましょう。 本当に気をつけましょうのね。オンパレードね本当に申し訳ないし恐縮なんですけど、今は本当にそれぐらい危ないんだっていうことをしっかりこれからもお伝えしていきますので、どうかね、チャレン、えっ、ー、と、こちらパレットトークンの方ですが、チャート分析ね、えー、なるべくしてるようにしてるんですけども、ちょっと最近その緊急配信の方にちょっと時間を取られてしまって、なかなか1パレットできてないんですが、今後もパレットトークンはしっかり、私も保有してますし、 しっかり見極めていきたいなと思いますので、チャート分析しっかりしていきますので、ぜひチャート分析ね、気になる方、それからパレットトークンこれから買ってみよう、それからすでに持っていて困っている方ですね、ぜひチャンネル登録などしていただいて見逃さないようにしておいてください。ぜひこれからもね、本当にこの今難しい相場で、まあ、難しいし、ストレスも溜まりやすい相場だと思うんですけども、一緒に頑張っていきましょう。本当にね、諦めたらそこで終わってしまうので、諦めないで、 負けないでください。ぜひ頑張っていきましょう。ということで今回もね、パネット動画のチャート分析、最後まで見ていただきまして、本当にありがとうございました。